エルベ川の河口は、典型的な三角口の一つ三角口は、平野を流れる河川が浸水してできた、三角状の入り江である。あるいはその川口部である。エスチュアリー、川口湾とも言う。三角口は、欧州近代語では、エスチャリー、エストゥーター、アストゥーア、などと呼ばれ、これらは共通して、ラテン語のエスチャリアムを語源とする。なおエスチャリアムは、潮の満ち引きを意味する。 アスタスに場所を意味する設備陣が接続したアスタスの派生語である。潮が満ち引きする場所を意味する、ラテン語に由来する英語のエスチャリー等は、最大限に広く定義する場合、半分が沿岸水域に取り囲まれて、海域との関係が開かれているため、陸から排出されるも水により、海水がある程度まで希釈される場所、淡水と海水が出会う海域を総称する用語と定義する場合がある。 こうした講義のエスチュアリーには、本校の三角校の他にも、フィヨルドやラグーン、水門学でいうクリーク地形が含まれる。なお、日本語には、三角校、フィヨルド、リアス海岸の上位概念として、沈水海岸という言葉がある。一般的には、三角校は、平野を流れる河川が沈水してできた、三角上の入り江などと定義される。地形の形状は、三角状の他には、 ロート状とも表現される。平野ではなく山地の V 字国が沈水するとリアス海岸になり、また氷河に削られた U 字国が沈水するとフィヨルドになり、これらは競技の三角坑とは異なる。河川からの土砂供給量が少なく、稼働勾配が緩やかなために、海進時に川谷の埋石が進まずに入り江が形成された。詳細は塩水草病。 山椒三,三角口では表層を河川から流れてた真水が流れ、低層を海水が流れる、塩水くさびが形成される場合がある。45エスチュアリーにおいては、真水と塩水が混じり合い、海洋とは異なるユニークな環境が作り出される。また、環境を決定する種子の条件の変動の触れ幅が大きい、比較的大きなダイナミズムに適応した生物群系が形成される場合がある。 混じり合いの程度により栄養塩濃度が変化するため直接の影響を受ける生物群衆も変化し漁業における利用形態も変化している水深が深くまた波風をしのげるため天然の良好になりやすい多くの人口を抱える広大な平野が高配置となるため中にはロンドンのような世界的な大都市も形成され湾王や湾岸に 規模の大きな主要貿易港が作られやすい。同様に水深の深い入り江で天然の良港が形成される例としては、リアス式海岸やフィヨルドがあるが、これらは、後輩地が山地もしくは氷河であるため、多くの場合は湾岸にできる集落は小規模な漁村であり、湾には漁港や避難港ができやすい。川口で三角港を形成している川には次のような例がある。湾岸。 湾王に大規模な港湾や都市が形成されているものに、関しては、その都市名を括弧内に記す。日本では堆積作用が強いため大規模なものはない。小規模なものとしては、愛知県の境川川口部の絹浦湾や沖縄島、北東部の大浦川川口付近などがある。ありがとうございます。